結構でかいな。シーバスかなんかおるね。シーバスおるよね。ね。そのね、あの橋のシェードで俺28使うな。へえ。びっくりするよ。28。28。あ、メバル？タングステンの 2.5 グラム。しれっと釣ってますやん。よく来た。来た。釣れてるやん。釣れてるやん。アジ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 。さあ、どれぐらいすごいかというと、こんな感じです。はい、来た。しゃあ、両家両家。両家。あー、これサバか。サバや、サバや、絶対サバや。これ両系も出てたけど、この走り方はサバでしょ。あー、もうサバや。よかサバでした。サバしゃきた。好調ですね。はい。あ、なんか重いぞ。走れ走れ。あ、いててててて。アジっす、アジっす。よっしゃ、来た。いいじゃないか。いいじゃないですか。よいしょ。巻き巻きで釣ってんの？巻き巻き？いや、巻いてないですよ、一切。放置。放置。やりました。サバが用意してるから、巻いてんのかなと。はいはいはい。いや、巻いてないです。なぜかサバに好かれとんすよ。ほら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 、めっちゃ表面泳いでる。表層、表面か、表層泳いでる。しゃあ、これに次だわ。ねえ、ほらほら、めっちゃ見える、めっちゃ見える。これサメキ入れたら一撃いちゃうわ、これ。よっしゃ、よっしゃ、オッケー。ジギングサビキ言うの？あれ入れたらめっちゃ食うんちゃうんすか？と思うでしょ。うん、意外と怖い。あ、そうなんですか。いや、この晩のこういう活性のええとき、いや、あの、それがとき結構やったけど。あ、あかんすか、やっぱり。やっぱりこのワームがええですか。へえ。サビキ単体でやると、はい、あんまり、お、ま、あんまり、うん、浅いからいけるかもしれんけど、深いとこ流れたら、うん、サビキがよそ行ってまうでしょ。 そう、それだけじゃなくて、なんかサビキが立つのが良くないやん。はいはいはい、並べるだけやから。はい、うん、ワームも良いしね。あ、やっぱそうなんですか。これはクソだ。前に来た。あ、食った。僕に来た。こっちに来ましたわ。来た来た来た。あれ、ガーでしたか。しかもスパテラ取られた。初オレンジ伝えます。ありがとうございます。おお、オレンジで。ナイス。ナイスゲット。ナリタミカン。
ありがとう。きゃー来ました、有田みかんで。おお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 サバやこれ、引き方がちゃう、これほらサバや、ほら、あー有田みかんでサバが来た。なんですかよ、じゃあさん、なんで僕だけバーサーで、なんですかこれ、このさ、サバの申し子、うん、サバの味。よっしゃ、たったー、味です、よいしょ、およいしょ、 OK、 食ったんすか、うん、1メートルぐらい上げて、はいはいはい、その1メーター上げてする釣りが僕にはできない、めっちゃ難しいですよ、中層で捉えるもん、ボトムの前で、僕もボトムのが楽ですわ、ボトムの前です、僕が逆に全然釣れんようになってきましたわ。あ、それは釣れへんわ、めっちゃ釣れてる、たまにチェックしてください、合わせてもね、はい、割とずれへんのが引っ張ってらないですね、はいはいはい、何匹か釣ったらやっぱり、うん、ずれるけど避けるから、ところがね、はい、刺し直したら、はい、またもうちょっと高い、へぇ、初サバっすか、初サバっすね、初サバ、初サバっていうか、サバやられたサバ名人の前にサバ釣った、うわ微妙なサイズのサバ、サバにやられたんで糸捨てます。これ糸くずワインだ、へえ、そうなんですか、はい、この糸くずワインがこれです、はい、中にね、大きいやつね、はい、一回噛んだらゴンゴン吹いていく、うわ、ほんまいほんまい、食べていった、へえ、それ便利ですね、うん、あの釣り場で結構こういうのカエルナイトンじゃなくてこれやないと。ほんまに、何をピシャピシャ言うとんかな思ったら、程よく池巣の中で程よくテンションかかって、程よく水がついて摩擦も摩擦系統も下がっていいねこれ、新しいですね、新しい、水中巻き巻き、 OK 終わった、早いやろ、なるほど、1メートル1メートル上げて、え、それはふわーっと上げるんですか、じわーっと巻き上げる、で、2メートルぐらい上げたら終わる、はい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 、サウジじゃなくてじわーっと巻き上げる、あ、巻き上げて、うん、で、またその時のフォールの時に組んじゃうんですよ、フォールも釣れるやすいけど巻き上げた時にさ、ふーってなった、あ、ほんまや、来た来た来た、ほーほーってなった、ありがとうございます。よし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 。最高っすね。やった。新しいメソッドが増えました。いいの教えてもらいました、プロに。よっしゃ、OK。引き出しが一つ増えました。なるほど。はい。わかりました。3g のタングステン 2.5 のスパテラね、はい、うなるぐらいうまいですか、おきた、当たった、きた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 、吉田さんの引き出しが増えたから当たりましたよ今、よっしゃ、あ、バレた、そうなんですよ、今巻き上げてきたからね、合わせ足りんかったんですわ、巻き上げてきたら重くこの3先入るから、その時にグッと合わせた、合わすことによって、はい、ジグヘッドの針が上向くから、はい、上顎にかかる、なるほど、わかりました、合わさなかったら下顎にかかって、はいはいはい、合
今ね、リールで巻かんと竿でふーっと上に上げてきたもんやから、結構上の方で当たって、もう上に合わせ汁がなかったんですよ。もう竿がどないしたらいいか教えたのか。竿が上の方に行ってどないしたらいいか教えたのか。それ、あ、教えてください。もうなるほど、わかりました。お前で、あ、そうなんですか。僕はあのおかっぱりでようやってるけど、ええ、後ろ走ってるで。ああ、よう走ってますね。それは何回か見ましたわ。派手すぎて、はい、合わせしろがないから、はいはい、で後ろに走るんですか。そうそうそう、リールまくりは動いた方が早いから。へえー、ほら、あ、お味やったのね。中層で、中層の釣り方がわからん。ほんまや。その釣り方なんて、難しいやし、だレンジをどこにあるかいうのだけ自分で把握する。カウントダウンするもええし、糸見とくもええし、その起点に何回待ったでもええし。じわーっと上げたんですけどね、早すぎるのかな。いや、遅いやん。え、理由で巻いたらもっと早いんか。そういうことか、わかった。これも船の流れに対して、はい、もっと遅まいて早まいてる。はい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 。ピンってきてな。お、合わせようかな思ったら話しとる。来た。よしよしよし。よっしゃ。オッケー。もう豆味は無視ですわ。いいかかりだ。お、ナイス。バッチリ。バッチリ。はい、ガチが、はい、今日一サバ。おお、来たよ、来ましたよ。オッケー、いいね。おお、いいね、いいね。あ、ごめんなさい。はい、サバです。はい、サバおかえり。ちょっとサイズアップ。あ、取れた。はい、ボトムです。ボトムのちょっと巻き上げ。あ、切れた。よっしゃ、両系両系、ダブルヒット両系です。あっしゃー、アジです。やっぱ絶対こっからチャートや。たんまりいますね、たんまり。何でいくらおかした。うわ、ざっくり60、70ぐらい。70います？50じゃ効かん。